アルバイトチャンネルのサスキです。アルバイトチャンネルのシキです。今回のテーマは、自分バイトを集めてみたいになります。バイトはしたいけど、忙しく働くよりゆっくり働きたいと思ったことがあることはありませんか？今回の動画では、そんな方必見のゆるく働けるバイトを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、アルバイトに特化した情報を発信しています。お見逃しがないように今のうちにチャンネル登録と概要欄にある公式 LINE の登録をよろしくお願いします。お願いします。最初にご紹介するバイトはデータ入力です。接客業をやりたくない、対人関係で辛い思いをしたくない、そんな方におすすめなのがデータ入力バイトです。主な業務内容は、指示された資料をもとに数字や文字を Excel やワードなど指定されたソフトに入力していくことです。時給は1500円が相場です。またデータ入力に特化した出来高制の仕事もあり、隙間時間に働きたい人におすすめです。服装や髪型、髪色の規制が緩い求人が多く、接客業とは違い人と接しないので、対人関係のストレスが少なく黙々とバイトができます。体力が少ない、体を動かしたくないという人にぴったりと言えるでしょう。ただ周りも黙々と作業しているので、おしゃべりなどはできず、仕事が単調で飽きてしまう人も多いようです。興味がある方はぜひ調べてみてください。パソコンスキルも身につくし、学生にはもってこいですね。そうですね、人と絡むこともないし、はい、むしろなんか時間経つのは結構早そう。確かに自分でもなんかそのパソコンの作業をしてる時って結構意外とすぐ時間経ったりするから、はい、割とあのゆるさではめちゃくちゃいいかもしれない、はい、ちょうど良さそうですね、うん、次にご紹介するバイトは危険です。激しい運動はしたくない、一度で多く稼ぎたいという人におすすめな危険バイトです。危険バイトは厚生労働省の指導のもと、薬品として商品を国から得るために行われる臨床試験のことです。主な業務内容は、指定された薬を服用しじっとしていることです。採血などもすることになります。時給が1万円以上と高く、退院するタイプの危険バイトは数十万も稼げる場合があります。健康なら誰でもできるバイトとなっており、さらに治験期間中は激しい運動はできないため、動かずに静かにしていることが得意な人におすすめでもあります。興味がある方はぜひ調べてみてください。やりたいと思います。いや、僕はやってきたと思わないですけど、動かずにじっとしてることが得意な人ってめっちゃ面白いですね。なかなかいないですよね。いや、ちょっと聞いてみたいですね。あ、僕動かずにじっとしてること得意なんでっていう人ちょっと会ってみたいですね。いつか伴うんでね、それは承知の上でやってみたいかなと。そうですね。稼ぎはしますよね。次にご紹介するバイトはアンケートモニターです。家から出たくない、通勤が辛いという人におすすめなのがアンケートモニター。パソコンとネット環境さえあればできるバイトです。業務内容として挙げられるのは、ポイントサイトに登録してアンケートで答えるだけです。アルバイトというより内職に近いのかもしれませんね。ポイ活と言われたりもします。時給換算すると数十円数百円の金額ですが、好きなタイミングで簡単に取り組める上に交通費の報酬も全くありません。また参加型調査に当選できた場合には、時給3000円から最大5000円程度の高額処理をもらえることもあります。シフトに制限されずに自分の好きな期間でバイトでき、楽で簡単な作業で済むので、自宅でも外でも可能です。おすすめのポイントサイトはリサーチパネルとオッピーなどがいいでしょう。興味がある方はぜひ挑戦してみてください。いわゆるポイ活でしたね。そうですね、これはもはやなんかアルバイトではなくて副業ですね。まあでも、まあ、時間に縛られないし、はい、まあや、まあ、ちょっと暇な時にね、なんかやったらいい。ついでにやるみたいな。ね、何かやってる最中とかね、テレビ見ながらとかでもいいでしょ。最後にご紹介するバイトはレンタカーです。せっかく免許を取ったのに、必要できてない方も多いのではないでしょうか。そんな方にぴったりのバイトになります。主な業務内容は、受付やお客様への説明などを行うフロント業務と、洗車や点検、または改装を行うバック業務があります。平均時給の1900円程度が相場で、勤務年数によって上がっていくようです。ネットで事前予約をしているお客様も多いようなので、プランを説明する機会は少なく、難しい対応は社員さんがサポートしてくれるので安心です。特別なスキルは不要ですが、自動車運転免許が必須です。人と接することがほとんどなくて、負担が少なく、特に車が
きな人に向いている仕事です。興味がある方はぜひ挑戦してみてください。レンタカー結構いいじゃないですか。そうですね、清水さんレンタカー乗るんですか。私運転免許持ってない。あ、じゃあ清水さんバイトできないですね。あ、これ運転免許、免許ないと働けないから。受付とかもダメですか。受付もダメなんじゃないですか。ああ、悲しい。わかんないけど。悲しい。もしかしたらできるかもしれないけど。悲しいですね。まあ、でもなんか、まあ、楽っちゃ楽そうですね。はい。まあ、運転好きな方とか、車好きな方にもいるじゃないですか。なんか難しい対応とかはなさそうだし、はい。ゆるい感じでいけそう。免許持ってれば。はい。ということで、今回は、ゆるいアルバイトを紹介させていただきました。ゆるく働きたい方は、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またねー。